羽生結弦王者のプロ意識に五輪メディア驚愕、まだ課題リストを残すなんてご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートのオータムクラシックで優勝を飾った羽生結弦 ANA。五輪連覇など数々の偉業を達成した絶対王者のプロ意識の高さに、五輪専門メディアはまだ課題リストが存在するとは、 信じられないと驚愕しているオータムクラシックで V、意識の高さに五輪メディアは注目、フィギュアスケートのオータムクラシックで優勝を飾った羽生譲る ANA。五輪連覇など数々の偉業を達成した絶対王者のプロ意識の高さに、五輪専門メディアは、まだ課題リストが存在するとは、信じられないと驚愕している。14日、日本時間15日に行われた男子フリーでは、表彰式で心温まる一幕があった。 国家演奏の際、台の後ろに立てられた日の丸に向かって敬意を示すと、3位のキーガン・メッシング、カナダが旗部分を手持ちで敬用。感動を呼ぶシーンを海外メディアが取り上げ、ファンの間でも話題を呼んでいたが、今後、さらなる進化を目指す姿勢にもフォーカスされている貫禄のシーズンインとなった羽生は、1952年のディック・バトン C 以来となる五輪連覇という偉業を果たしながらも、 さらに上を目指す姿勢に注目しているのは IOC が運営する五輪専門メディアオリンピックチャンネルだった大会後、羽生が今季シーズン公式戦で前人未到の四回転アクセルを着氷させることを目標として語ったことを紹介。五回転ジャンプに取り組むなど、パイオニアとしてフィギュア界を牽引する意識の高さに、 同公式ツイッターで驚愕を綴っている日本のフィギュアスケートの五輪連覇覇者譲る波乳が課題リストを残しているということが信じられない。もちろん、これは未来に向けた唯一の計画ではないのだ。2022年北京五輪も見据える発言をしたカリスマ。頂上に君臨しながらも衰えぬ向上心に海外メディアも驚きを隠しきれない様子だ。波ユズるは感謝。 日の丸手持ち形容に地元局も拍手、今日本で最も愛されるフィギュアスケートのオータムクラシックで優勝を飾った羽生譲る ANA。14日、日本時間15日に行われたフリー後の表彰式で心温まる一幕があった。国家演奏の際、台の後ろに立てられた日の丸に向かって敬意を示すと、3位のキーガン・メッシング、カナダが旗部分を手持ちで形容。多くのフィギュアファンを感動させた名シーンだったが、 メッシングの母国カナダでも報道、メッシングへ賞賛の拍手が送られていることを受けて、キーガンは、今日本で最も愛されている人物かもしれないと反響の大きさを伝えている表彰式で互いをリスペクトする姿に地元放送局も拍手、フィギュアスケートのオータムクラシックで優勝を飾った羽生・譲る、ANA。14日、日本時間15日に行われたフリー後の表彰式で心温まる一幕があった。国家演奏の際、 台の後ろに立てられた日の丸に向かって敬意を示すと、3位のキーガン・メッシング、カナダが旗部分を手持ちで敬を多くのフィギュアファンを感動させた名シーンだったが、メッシングの母国カナダでも報道、メッシングへ賞賛の拍手が送られていることを受けて、キーガンは今日本で最も愛されている人物かもしれないと反響の大きさを伝えている新シーズンの幕開けから胸を打つシーンがあった。表彰式。優勝した羽生を称え、 国家が流される。その時だ。3位のメッシングが動いた。台の後ろに立てられていた国旗の旗部分を持ち、さっと日の丸を広げ、手持ちで形容したのだ。羽生もすぐに感謝の意思を示した。表彰台を降り、メッシングが掲げる国旗に向かい、頭を下げて国家を聞いた。互いの国と戦士に対するリスペクトが現れる。 美しいスポーツマンシップを体現した一幕だった海外記者が撮影した一部始終の動画が多くの海外ファンに拡散されていたがメッシングの母国放送局 CBC でもキーガン・メッシングユズル・ハニューと日本のフィギュアファンに慕われると題して表彰式での一幕にスポットライトを浴びせているこうした行動にハニューも感謝メッシングにお礼のお辞儀をした本文ではキーガン・メッシングは 今日本で最も愛されている人物かもしれないとその振る舞いが特に日本で注目されていることを紹介。彼は土曜日に行われたオータムクラシックのメダルセレモニーで競争相手である譲る波乳のために日本国旗を掲げ、カナダ人として最高な振る舞いをしたと誇らしげに称賛している。また、こうした行動に波乳も感謝。歓声が上がる中での国家演奏が終わると、メッシングにお礼のお辞儀をしたと続けており、 感謝を忘れなかった羽生の姿もレポートしている。メッシングの高祖父はカナダへの日本移民第1号の長野万蔵で日本にゆかりを持つ。世界中のフィギュアファンから賞賛を浴びた27歳の振る舞いは、現地メディアにとっても誇らしいものだったに違いない。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく。